さて、次はいよいよルカだぜ。着いたらすぐに試合が始まる。船の中でゆっくり休んでおけよ。誰かしらに。ビサイドの織物は全然商売にならんぞ。そうだ少年。あれ。いよいよ試合。何話してんだ。なれなれしい野郎だな。ああ、こいつあれですよ。キーリカで会ったじゃないですか。あ？ほら、ビサイドオレカのやつで優勝するとかほざいてた。ああ、あのおめでたいやつか。ひどい言い方。そりゃ仕方ない。突然オレカが強くなるはずないもんな。俺が入ったら強くなるんだよ。そう、強くなるんです。ザナルカンドのチームのエースだった人ですからね。はっ、そりゃまたすげえ場所からいらしたもんだ。遺跡にもチームがあるとは知らなかったよな。遺跡じゃなくて、ちゃんとした大きな都市があるんです。あのさ、俺、真の毒気にあるんだよ、本当に。召喚師様ってのは、わけがわからねえや。どうしたの？なんか、ムキになってなかった？あの人たち、失礼だし、それに君のザナルカンドはきっとどこかにあると思う。どうして？ジェクトさんに聞いてからずっと憧れてたんだ。いつか行きたいなって思ってた。ね、帰れるといいね。うん。俺ん家来る？とか言いたかった。そう言えない理由を考えると悲しくなった。君のザナルカンドはきっとどこかにあると思う。
なんとか言いなさい。無責任だと思うでしょ。大丈夫だって、ルカにあいつの知り合いいるって。いなかったら、その時はどっかのチームに入るとか。とにかくビサイドにいるよっか何倍もマシだろ。要するにあとは勝手にってこと。どうすれってんだよ。ユーナがガードに従ってる。ああそれそれ、面倒なことになったよな。原因作ったのは誰。俺だってのかよ。俺だよな。なあ、どうしてユーナはあいつをガードに従るんだ。ジェクト様の息子だからよ。あ、なるほどね。でもそれ本当なのか。本当にジェクト様の息子なのか。真実はともかく、ユーナはそう信じてるわね。なるほど。なるほどなるほどって、あんたちゃんと考えてるの。考えてっけど、結局あいつが決めることだ。あいつとユーナが決めることだろ。まともなこと言うじゃない。どうなるのが一番いいのかしら。あんたから進めてみたら。何を。ユーナのガードになること。なんで俺が。ユーナからは言えないでしょ。なんで。父親が嫌いで、父親の影を重ねられるのも嫌。そんなこと言ってる人に言えると思う。君はジェクト様の息子だから、私のガードになってほしいって。気にしすぎじゃないか。分かったよ。大会終わって落ち着いたら俺から話してみる。無理強いしちゃダメよ。分かってるって。決めるのはあいつだ。あいつ父親が嫌いなのか。そうみたい。ユーナから聞いたわ。親父が嫌いか。そりゃ贅沢もんだよな。俺両親のことなんて覚えちゃいないもんな。好きも嫌いもないもんな。私は5歳だったから少しは覚えてる。くそ。シンが何でもかんでも取っていきやがる。そろそろ寝とけ、ルカに。ちょっと考え事してるから。知り合い見つかるといいな。社員時は思いっきり目立てよ。君のザナルカンド。誰かしらね。
よいよ試合だな。まあ月並みだけど頑張れよ。うわ、なんだこれ。あ、何のこと。ここ何なんだ。動力室よ、扉に書いてあるでしょ。でもどうして鳥が。珍しくもない、チョコボ動力じゃない。チョコボ、あの鳥のこと。うわ、あんたチョコボ見たことないの。はあ、どこから来たのか知らないけど世間知らずもいいとこね。ああ、またかよ。旅の間、この程度の驚きはザラだったな。これはこれは、ジェクトさん家のお坊ちゃまではありませんか。いつもはただじゃ見せないんですけどね。そのシュートはこうやるんですよ。お前にはできねえよ。でもな、心配することはねえ。できないのはお前だけじゃない。俺以外にはできやしねえ。俺は特別だからな。君、ジェクトシュートやろうとしたでしょう。あ、なんで知ってるすか。子供の頃ジェクトさんが見せてくれたんだ。正式な名前はジェクト様シュート3号だよね。
バカな名前だよな。それにさ、本当は1号も2号もないんだぞ。3号って言っとけば1号も2号もあるって客は期待する。そういう客は今夜こそ見れるかもって毎晩スタジアムに来るって言ってた。でさ、本当にその通りになってすっごく腹が立ったな。親父生きてるのか？わからない。でもね、ジェクトさんは父さんのガードだったから。こっちでも有名人？うん。だからもし亡くなったとしたらその話は伝わってくると思うんだ。うん。ねえ、会えたらどうする？10年前に死んだと思ってたやつだぞ。今さらな。そうだな、何より先にぶん殴る。あいつのせいで俺も母さんも苦労したし、あいつが有名なせいで俺はいつでも、ユーナならわかるだろ。ん？ユーナの親父さんも有名なんだろ。この世界の人はみんな知ってるよな。うん。嫌じゃないか？時々父さんの名を重たく感じることはあるけど。だろ？それよりもスピラ中から慕われる父さんを誇りに思うかな。ま、ユナの親父さんと俺の親父は違うってことで。ジェクトさん、かわいそう。俺は？もっとかわいそうだね。で、二人で何やってんだ？そろそろ寝れ。親父がルカに来るとは思えなかった。あいつ他人の活躍を見るのが嫌いだったからさ。だけど必ず何かが起きる。そんな胸騒ぎがして眠れなかった。大会で活躍するっすなんて言ってたのは不安を紛らわす空元気ってやつでさ。チームを乗せた船が続々と入港しております。こちらは2番ポートですね。キーリカ島からの出場チームはキーリカビースト。大召喚士オハランド様の流れを組む伝統あるチームです。彼らの故郷キーリカ島は真に襲われたばかりですが。そう、故郷のファンを励ますためにも彼ら優勝を狙ってきますよ。それは期待できそうです。さあ続いて出てきたのは、おっと、あれは伝説のチームビサイドオーラカだ。まさに最弱伝説、あまりにも勝てない奇跡のチーム。23年連続初戦敗退は真似のできないぶっちぎりの記録だ。毎度毎度の見事な負けっぷりに妙なファンがついてるらしいぞ。怪我をしないように注意して無事に島に帰ってほしいですね。そうですね。さーて次行きましょう。次、続いての登場は、来た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 、我らの英雄ルカ・ゴワーズ。パワー、スピード、テクニック、チームワークとファインプレー、全てを兼ね備えた最強チームがルカの町に帰ってきました。文句なしに最も優勝に近い最高のチームですね。
去年に引き続き今大会も制覇して伝説に彩りを加えることでしょう。そうです、その通りです。ご覧ください、この盛り上がり。まるでルカの街全体がボアーズの栄光を祝福しているようではありませんか。街は知っているのです、勝利をつかむ英雄の名を。そう、その名はルカ・ゴアーズ。まあ毎年こんなもんよ、いちいち気にすんなって。調子乗んなよゴアーズ。お前らがでかい面してられんのも今のうちだからな。今年の優勝は俺たちビサイドオーラカがいただく。このすっとこが恥かいたぜ。でも目立ったぞ、スフィアに映ったぞ。映ったって？うん、映ったか。マイカ総老師ご到着だぞ。そんな時間？3番ボートへ急げ。何が始まるっすか。マイカ総老師がご到着なさるの。マイカ総老師？マイカ総老師はエボンの民の頂点に立つお方、聖ベベル宮から互換戦にいらしたの。総老師の在位50周年記念大会だからね。50年、いい加減引退した方がいいんじゃないの。おい、言葉を慎めよ。私たちも迎えに行こうよ。見えないっす。グアドッツだよな。誰かしら。もしやシーモア老師。盛大なる歓迎、まこと感謝に耐えぬ。たたれよシーモア老師、皆も顔を上げよ。この青年は先頃異界の住人となったジスカル・グワド老師の遺児である。すでに知る者も多いが、こたび正式にエボンの老師となった。恐れ多くも老師の位を授かりました。シーモア・グアドと申します。生前父ジスカルは人とグアド族の友好を何よりも望んでおりました。志半ばで倒れた父の理想を実現すべく身命を賭して職務に励む所存にございます。ほら、お前も祈っとけ。気合入るよな。よし、試合前のミーティングだ。行くぞ。